7月28日、はい、なにわの日に、関西のジャニーズがこう結集して、はい、大阪関西を元気に盛り上げていただける。大阪関西が元気になるっていうのが日本全体が元気になることだと。ちょっと今回も初めての試みだったもんですから、まあ、どうなることやらと思いきや、まさかここまでのご協力をちょっとしていただけるとはっていう、我々のこう最大限で考えてた、さらにその、外側を広げてくださったもう印象もありますので、この大阪という街に少しでも何か還元し、まあ、そこからさらに、まあ、オンラインというものが、ね、昨今はたくさん使える機会も増えましたので、そこをベースに、この大阪というものをベースに、大阪の良さであったり、こう文化というものをより我々のまあまあエンターテインメント、魅力ながらではありますけれども、使って PR できたらなとも思っておりますので。ちょっと怒られるぐらいまでやってください。怒られたら2回目できないじゃないですか、我々。これを超えたら怒られるんちゃうかなっていう、迷うところがあったら、一回それを乗り越えて怒られてみてください。あ、いいんですか、それは。そうか、そうか。じゃあこれも知事の免罪符いただいたということで。そうですね。その時は、やめとけ言うてんけどな。違う会見になりますけどね、それはもう。コロナはもちろん、その今災害とかもすごい、なんか大変な、思いをされてる人たちに何か、大阪の、ジャニーズ、関西ジャニーズから関西で、関西から盛り上げて、その輪が全国に広がればいいなと思う。生配信というものにこだわっていただきまして、同じ時を皆さんで過ごしているという、そういう思いを伝えられたら、皆さんにも笑顔になっていただけるんじゃないかなという思いで生にこだわらせていただいています。で、まあ、ソーシャルディスタンスが当たり前になっている中ですけども、オンラインだからこそできるゼロディスタンスっていうものにも挑戦して、今回のイベント全力で頑張りたいなと思います。